い、こんにちは、うどんです。今回はガールウィング的にオープンするっていう変態 PC ケースを手に入れたんですが、意外にもこれがなかなか良さげなケースなんで、レビューしていきましょう。そうしましょうってことです。というわけで今回はまずは開封カラーの各部のご説明をしまして、で次に組み込みですね。先日の DDR5 メモリ搭載マシンを移植していきます。で最後に起動確認なんですが、またしても変なところでつまずいちゃいました。まあそんな顛末をご覧ください。でこのうどんの機材部屋チャンネルではパソコンにまつわるあれこれを喜愛とともにお届けしておりますが、どこかに刺さっちゃいましたらコメント、高評価、チャンネル登録いただけますと嬉しいです。でまずは開封しながらのおしゃべりをしていきます。で今回のこのケースはアッザっていうメーカーのキャストっていう ATX 用ケースですね。でこのメーカーは主に変態的なケースを作ってるみたいです。でこのケースはガルウィング的な感じで開くっていう変態仕様なんですが、まあガルウィングっていうのはスポーツカーでありがちな上に跳ね上げるタイプのドアのことですね。まあそんな色物的なケースかなと思ってたら意外と良さげでした。で実は購入動機としても検証用のケースが欲しくて、 ATX マザーボードを搭載できてメンテナンスしやすそうなケースが欲しかったんですね。でこれはパカッと開ければ簡単に内部にアクセスできるので、まあその点良さげです。であとほとんどむき出し状態なんで冷却性能も悪くはなさそうでしょうか。まあただこの側板の厚みが若干薄い気がするんですよね。まあ測ってみると 1.8mm なんですが、開くときちょっとたわみます。で素材なんですが、背面の側板は鉄板らしくて磁石のおじいちゃんがひっつくし合成感あってたわまなそうなんですが、上のカバーも下のカバーも前面パネルもなんかアルミでできてるらしくて磁石はひっつきませんでした。まあ、全部鉄板の方がいいですよね。で中身の黒いフレームはスチール製でめちゃくちゃ重くてがっしりと剛性感があって、これはなかなか良さげです。で前面パネル部分ですが、入出力関係はタイプ C があって、まあ、あとは一般的な感じですね。でこのパネルはネジなしでパカッと取り外せるタイプです。でフレームの前面部分にはケースファンやらラジエーターを搭載できるんですが、長さは 390mm ぐらいありまして、幅は 120mm と 140mm 用の穴がありました。まあ 360mm のラジエーターを搭載できそうですね。でケース上面はスカスカで何も取り付けられない感じです。でトップ裏にはアッザって書いてありますね。まあ表に書かないのが粋ですわ。で扉のこの部分がマグネットになってるんですが、閉まる時の音がでかいです。でバックパネル側に行きますと全体的にスカスカなんですが、 120mm ファンが1つありまして、でこの丸いファンを選ぶっていうチョイスがおしゃれですね。で PCI スロットはグラボを縦置きにもできるらしいんですが、まあ開封するまで知らなかったんでちょっとしたサプライズです。であと電源は下に搭載する感じでケーブル隠しもありますね。臭いものに蓋をする金隠し的な。それとネジがおかしくなってるとこがありました。治りました。で白い側板部分と黒いフレーム部分は分離させることができるんですが、ネジ止めなんですね。まあ、5本のネジで止まってて少しスライドする感じで分離します。まあただ分離できるっていうより分離させないと背面にアクセスできないってことでもあります。まあ、なので配線をいじるメンテナンスになるとかなりめんどくさい。もう実際にパーツを取り付けた状態だとフレームの重さも相まって分離させるのはめちゃめちゃ重くてしんどいです。まあ、ここが最大の残念ポイントですね。まあ、ただあとは側板が若干薄いぐらいで私的にはなかなか好印象です。まあ、見た目もいいですし。でお値段ですが、22,578円でした。まあ、ケースとしては若干お高めですね。でここからは組み込みですね。でまず電源ですが SFX タイプのやつが余ってたんでこれを取り付けていきます。でブラケットが電源の方に付属してるんでこれで取り付けですね。まあ、ただ内部ケーブルが短くてどうも届きそうにないんですよね。電池ケーブルはメインのやつとかグラボの補助電源用のは持ってるんですが、 CPU 補助電源用のは持ってないんで諦めるしかないです。まあ、なので先日組み込んだケースからフラクタルデザインの ATX 電源を引っこ抜きまして、これを取り付けていきます。でこのケーブル隠しは外さないとダメなんですね。で向きについてなんですが、ファンが上に来るような形でしか取り付けできないっぽいです。穴の位置が決まっちゃってるんですね。逆向きには対応してないみたいです。でマザーボードですが、
これも先日と同様に ASUS の DDR5 対応マザーを取り付けていきます。で、これには Core i3-12100 と DDR5 メモリが取り付けられてるんですね。まあ、そして配線はやっぱりめんどくさいんですけど、まあ、側板を外した状態はほぼフレームだけのスカスカなんで、この辺楽っちゃ楽ですね。で、CPU クーラーは NZXT の 280mm のやつを取り付けます。まあ、これは以前に制作したケース、うどん初号機に搭載されてたんですが、まあ、その封印を解いてぶっこ抜いてきました。で、配置的には前面から吸気するような形で取り付ければ良さそうですね。で、純正クーラーを取り外して、CPU グリスを一本ぐそ盛り。まあ、第12世代から CPU も細長くなったんで、丸いうんこ盛りだと行き渡らないんですよね。まあ、なので一本ぐそ盛りをおすすめします。で、水冷ヘッドの取り付けですが、先にバックプレートを取り付けるべきでした。まあ、うんこ盛り状態での作業は気を使います。で、今回のグラフィックボードですが、マザーボードが ASUS なんで、メーカーを合わせまして ASUS の RTX3070 を搭載していきます。で、このグラボは HDMI が2つあったり、静音モードもあったりで、なかなか実用的でいい感じです。まあ、ただどうも LED の色を変えたり、消すこともできないっぽいです。まあ、とりあえずまずは縦置きで取り付けてみます。まあ、ただライザーケーブルがないんで仮付けにはなります。で、あとこのブラケットの取り付けに手こずったり、はめ方が知恵の輪的でわからなかったりで、実は2、3回ぐらい付けたり外したりしてます。というわけで縦置きはこんな感じ。なんかなかなかいいですね。で、白い側板を取り付けるとこんな感じ。まあ、この時点ですでにおしゃれ感あるんですが、ピカピカ系のグラボとか内部の LED にこだわったらさらに良さそうですね。ということで、ちょっと中身に照明を入れてみました。もうシンプルで良き。まあ、ただ今回はライザーケーブルがないんで、グラボを通常位置に取り付けまして、まあ、これはこれでちょうど隙間に搭載される位置で、なんか良さげですね。どっちにするか悩ましいです。で、あとは SSD を別のやつにしたり、配線処理なんかも頑張ったんですが、やっぱり配線はいつのようも地獄です。もう腰にきますね。で、最後にうどんシールを目立たないところに貼り付けまして、ピシャッと閉じたら完成です。というわけで起動なんですが、スイッチオンしまして、システム自体は問題なさそうだったんですが、何やらものすごいうるさいんですよね。で、調べてみると簡易水冷のファンがフル回転してました。もうなんかテンパっちゃって、この辺ちゃんと撮影できてないんですが、またしてもめちゃくちゃハマりました。で、なんかシネベンチを実行してみると、ラジエーターは全然冷たくて、チューブの方は片方だけ熱くなってるんですよね。で、 CPU アラートまで出ちゃって、 CPU 温度も 12100 のくせに100度になっちゃってました。まあ、ポンプが止まってるのか、空気とかで水路が詰まってるのか、まあ、ちょっとよくわかんないんですけど、うまく冷却水を循環できてないって感じですね。で、とりあえずラジエーターを外して振ったり位置を変えたりしたんですが、まあ、やっぱりラジエーターは冷たいし、チューブは片方だけあったかいって感じで、まあ、状況は改善しませんでした。で、あとポンプからもブツブツと気泡の音がしてるんですよね。まあ、つまりポンプは回ってるけど循環はできてないって感じですね。やれることもそんなないんで、とりあえず水冷ヘッドのチューブの付け根の向きを変えてみますと、なんかファンの音も小さくなって、ブツブツ音も長くなりました。で、アイドル時の CPU 温度が25度前後にまで下がりまして、で、シネベンチ実行中もファンを取り付けてないのに50度ぐらいになりました。ということで CPU クーラーの異常はチューブの向きが原因だったみたいです。まあ、ただ説明書にはポンプの向きは自由ですよ的に書いてあるんですよね。まあ、なので冷却水が減っちゃってるとかなんですかね。まあ、ちょっと謎です。まあ、ケースと関係ないところでつまずいちゃいましたが、まあ、このアッツァのケース自体は非常に気に入りました。ということで、なんとか検証マシンが完成しましたので、今後は自作のミニ PC に 12900K を搭載するための研究、ミニ PC 保管計画を進めてまいります。約束の時は近い。で、今回はさらっと以上です。はい、ありがとうございました。え、ちょっと待って、わうわ、また謎の爪がある。なんだこれ、もうやっとする。これなんだろう、この爪。